死ぬかと思った。ようやく出ることができました。ご無事でしたか、我が主よ。主、大丈夫、大丈夫だって。しかし日向のやつ、ふざけんなよ。こっちの話を聞かず一方的に喧嘩を売ってくるなんて。状況は分かりませんが、主の勝ちと言っても過言ではないと思います。だろう、ランガもそう思うだろう。まあ、どうしても日向が言うなら引き分けということにしてもいいけどね。状況は分かりませんが、主の大勝利と言っても過言ではないと思います。うん。